皆さんこんにちは。この度経済産業担当の影野大臣を拝命しました西村康稔です。今一番大事なことは、一刻も早く日本の経済を立て直し景気回復をすることです。一刻の猶予も許されません。もちろんこの大事な夏の時期に代表選挙をやってた民主党のこの責任、政治空白を作った責任は重いと思います。しかも尖閣の問題で外交、これだけの騒ぎにした外交上の失態、これも徹底的に追及しなければなりませんが、私の立場からは経済政策を一刻も早く大胆な政策を実行する、このことを国会論戦で戦わせていきたいと思います。菅総理は去年政権交代の後、公共事業中心の第一の道、そして企業を支援する供給サイド第二の道、これは取らないとはっきり明言をされました。しかし今回の補正予算の中身を聞くと、公共投資も増やすようなことが伝わってきておりますし、企業を支援せずにどうやって雇用を増やすんでしょうか。雇用雇用雇用と何回唱えても雇用は増えません。しっかりと供給サイド、企業が国内に立地をし研究開発をして新しい商品、新しいサービス、どんどん挑戦して初めて雇用は増えていくのです。供給サイドへの支援でなく需要サイドを支援する、子ども手当ばらまいた、それはどういう結果を生んでますか。内需振興を全く言わなくなったのは政策変更したからでしょうか。そうだとしたら、子ども手当はもうやめて、少なくとも本当に厳しい世帯だけに限って、限られた財源を有効に使おうじゃありませんか。強い社会保障が強い経済を作るとも言われました。しかし医療や福祉、年金の改革案は何にも出てきません。限られた財源を有効に使い、そしてまた新たな財源の手当てをして、そして医療や福祉を安定させることはもちろん、限られた予算を企業がしっかりと国内に立地をし雇用が生まれるような政策、具体的な政策を提示をしていただき、論戦をしていきたいと思います。法人税も 5% だけ下げるのは足りません。地方税も含めて、せめて国際標準の 30% 前後になるようにぜひ議論を進めたいと思いますし、特区制度も含めて私たちはしっかりと提案をして、国内の企業がしっかりと立地をし雇用を増やすような仕組み、そのためには CO2 25% 削減や派遣の禁止や最低賃金、このあたりも徹底的に議論をさせていただきたいと思います。日本経済待ったなしの状況です。一刻も早い経済政策提示をしていただき、議論をしていきたいと思います。しっかりと議論させていただきます。よろしくお願いします。